だ。博威工業が20番目、セイコー21番目、高松工芸が22番目、土浦日大が23番目、24番目で蒲郡東。残りは5チームです。残り5チーム、芦屋が26番目、27番目で鹿児島商業が続いてくる。26番目、芦屋。27番目、鹿児島商業。28番目、小樽水産。29番目、宮津。30番目、別府商成となりました。男子 FJ のマーク開口をお伝えしています。男子 FJ の第2レース。マーク開口。これで30チームが回り終えています。トップは神奈川の慶応義塾でした。男子 FJ 級の第2レースの模様をお送りしています。2016インターハイヨット競技大会の初日、午後のレースをお送りしています。午前中に各クラス1レースずつ終えています。午後の第2レースも女子のクラスは終了しました。男子の420と FJ のレースが続いています。
男子 FJ 級です。コース変更となりました。音も聞こえるでしょうか。運営艇から音響が出ています。そしてこちらカメラからは見えませんが、選手たちに看板のようなものを出してコースが変わったということを伝えています。男子 FJ 級コース変更となりました。このようにヨット競技はレース中にコースが変わることがあります。先頭慶応義塾、その後中村学園山陽が続いていきます。3番目霞ヶ関、4番目別府青山、そして宮古高松商業、碧南工業と続いていきます。青森工業も回っていった。宮古商業も右側のマークの方に向かいます。音響が鳴り続けています。コースの変更がありました。男子 FJ 級の第2レースの模様をお送りしています。西風、逗子海星、宮崎海洋、そして大港も曲がっていく。白衣工業回っていった。岡山の奥、そして高松工芸も行きます。鹿児島商業、そして芦屋、土浦日大も回っています。京都の宮津、小樽水産もその後ろ。さあコースが変わって選手たちの動き方に変化は出てくるでしょうか。男子 FJ 第2レースです。慶応義塾がトップ、中村学園山陽が追うという形は変わっていません。
男子420、男子420のレースを追っています。トップの宮古のところにつけています。追う2位の光、そして3位の西風とは1位の位置と差が広がっています。先頭が岩手の宮古、そして2番手に光、3番手大阪西風です。2位3位と1位との差が広がっています。宮古が差を広げています。1位の宮古が差を広げて、男子420レースは後半に差し掛かってきています。男子420第2レース、先頭が岩手の宮古、その後に光と西風が2番手争いをしています。画面の奥が光、赤のスピンが光、そして手前側水色のスピンが西風です。4番手以下はかなり離れています。トップが岩手の宮古、左端に見えます薄い紫色のスピンです。よりトップに近づいていきます。インターハイヨット競技初日、午後の第2レースの模様をお送りしています。さあ最終マークに向かってきているトップが岩手の宮古、男子420第2レース、宮古がトップで最終マークに向かいます。セールナンバー55581がトップの宮古、国体も控える岩手勢、宮古がトップです。トップが宮古、まず回るフィニッシュラインをはっきりと視界に捉えています。男子420第2レース、トップが宮古、佐藤と長澤、宮古がトップです。そして2番目が西風か光か、トップが岩手の宮古、男子420第2レース。先に西風が回ります。これはわずかな差だ、すぐ後ろにぴったりと光がつけている。
さあ、これは注目は2位争いになりそうです。トップは岩手の都、もう間もなくフィニッシュライン。さあ、カメラは間に合うのか。岩手の都とのこのカメラの競争です。岩手の都、男子420第2レース、トップでフィニッシュ。岩手の都がトップでフィニッシュしました。男子420第2レース、2番手争いは清風がどうやら先にフィニッシュしそうです。男子420第2レース、トップは岩手の都でした。国体に向けて大きな弾み、大きな弾みになりました。2番手大阪清風フィニッシュ、3番目山口の光、男子420第2レースです。岩手の都、大阪の清風、山口の光の順でフィニッシュラインを通過していきました。そして4番手で姿を現したのがセールナンバーが55075、香川の高松工芸です。香川の高松工芸が4番目、そしてその後5番目に宮古商業です。先に高松工芸が来る。高松工芸が4番目、宮古商業ベスト5に入りました。ライバルの宮古はこの男子420第2レースを制しています。6番目に現れたのがセールナンバー56096、白衣工業。白衣工業フィニッシュ。茨城の霞ヶ浦のカラフルなスピンが見えてきました。55053、茨城の霞ヶ浦、その後ろに福岡の周遊館です。霞ヶ浦がまもなくフィニッシュ。ベスト5に入ることはできませんでした。周遊館フィニッシュ。中村学園山陽、その後は海津明星、内側から海津明星、外側に佐賀の唐津西。三重の津工業、向こう側に逗子海星、手前側に日南新徳、向こう側の別府青山が先、香川高松商業登場。宮崎海洋、千葉の磯部、千葉勢が続く。磯部と稲毛が続いてきます。慶応義塾、その後には鹿児島商業。この辺りは20番台です。広島商船、岡山の奥、後ろには兵庫関西学院、奥がフィニッシュです。続いて関西学院、その後に青森工業。
法隆寺国際、米子高専、和歌山工業。熱海がフィニッシュ。これで残りが6チーム。大港フィニッシュ。碧南残りは4チーム。仙台第二、ゼゼ、富山の新港、そして小樽水産を待つだけです。富山の新港がフィニッシュ。最後は小樽水産です。男子420第2レース。このレースは岩手の宮古がトップでフィニッシュラインを通過しています。ライバルの宮古商業も5位に入っています。岩手の宮古がトップでこのレースを終えています。最後の小樽水産を待ちます。小樽水産がフィニッシュラインにかかりました。男子420第2レース1着でフィニッシュラインを通過したのは岩手の宮古でした。では男子の FJ 級のレースの模様に移ります。